杉杉尾尾秀秀君民のでございます、えー、本法案に関して、私、先週、本会議で代表質問させていただきました、まあ、その中で,ですね冒頭に、経済安保の重要性と、そのために保護すべき秘密情報がある、まあ、こういうことをですね認めました、まあ、その一方で、本法案には秘密指定の範囲が限定されていないこと、まあ、それからすべてがですね法案成立後に決められる運用基準。 まあ、最速も含めてです。けれども委ねられていて、まあ、明確な歯止めのルールがですね。示されていないということも指摘をいたしました。さらに、適正評価に関して、プライバシーや人権保護の観点においてもまあ、懸念される点がまあ、数多く存在することも指摘しております。まあ、こうしたことからですね。恣意的な運用などに一定の歯止めをかけるためにまあ、私たちの会派が主導して終戦をまとめて。 共同提出された修正案が衆議院で可決され、本院に送られてきたという、まあ、これについては皆さんもご存じのとおりですで。改めてこうした経緯を確認するとともに、参院での実り多い審議にするために、ですね修正案の提出者であります、えー、森山博之衆議院議員に来てもらいましたので、森山議員に伺います。まずこのの修正案の内容と目的 それから重要経済安保情報に関する運用監視等に国会が求められる役割、まあ、これらについてです、ね、特に特定秘密保護法との関係を含めて説明してもらえますでしょうか。修正案提出者、衆議院議員、森山博之君。はいお聞きしますご,しご質問ありがとうございます、えー。特定秘密保護法が成立をした際には、衆議院において修正が行われておりますけれども、今回、 政府が提出してきた法案には、その修正で加わった内容が一部含まれていなかったところです。衆議院での質疑においても、そうした点に関連し、本法律の運用にあたっては、適切に国会が関与すべきといった観点や、重要経済安保情報の指定等が適正に行われることを確保すべきといった観点からの質問がありました。そこで こうした点に対応するため、我が党主導の下で修正案を取りまとめ、自由民主党・無所属の会、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の5会派と共同で提出をしたところでございます。修正部分の内容については、主に4点ございます。1点目まず内閣総理大臣は 重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとしております。2点目、次が国会への報告等です。政府は毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、その聴取した有識者の意見を付して、国会に報告をするとともに公表するものとしております。3点目、また、 政府は重要経済安保情報の指定等の適正を確保するため、必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。4つ目、最後に国会の関与についてです。国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他の手続き、 および内部の規律に関する規則を定める機能を有することを定める日本国憲法、およびこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。 杉尾秀君今、修正点ですね、4つ説明していただきました、まあ、確認になりますけれども、1点目、有識者への報告と意見の聴取、これが新十八条、そして国会への報告、新十九条、政府による指定等の適正な確保のために必要な方策の検討、これは不足の9条、そして国会に対する情報提供および保護措置の在り方、これ不足の9条と。 いうことでございますでこの中でも特にです、ね、重要と思われます、この4番目の国会の関与について、まあ、現行の特定秘密保護法では、当時の民主党が主導して、衆参両院に情報監視審査会が設置された、こういう経緯があります。これれももおさらいですけれども そうしますと本法案に関してはこれはどうなるのかとりわけ現行の特定秘密をめぐる衆参の情報監視審査会の活動状況を踏まえた改善点を含めて現時点での法案提出しとしての考え答弁いただけますでしょうか森山博之君はい特定秘密保護法の衆議院の修正において不足第十条が加えられ政府は 国会が国権の最高機関であることなどを定めている日本国憲法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとされました。また、特定秘密の提供を受ける、国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされました。その後、国会において国会法の改正が行われ、両院に情報監視審査会が置かれたところです。そして 情報監視審査会の意見を受け、いわゆる空箱指定や脳内情報といった行政文書が不存在の特定秘密について、その指定を解除する等を含む改善措置が行われてきたものと承知をしております。国会の役割は極めて重要であり、本修正においては、不足第10条として、 特定秘密保護法と同様の規定を置いたところですこの法律案が成立すれば国会において国会法の改正などの必要な措置が行われることになります本法律の運用を適正なものとするため国会の適切な関与について特定秘密保護法の運用の状況も踏まえてしっかりとした議論を行っていきたいと考えます杉尾秀弥君はい あのまあ、ちょっと手続き的な話なんですけれども、まあ、仮にですねこの法案が成立をすれば、ですね国会法の改正という作業、これ一応、段取りこういうことになってます。前回の特定秘密の時は、確か1年後だったと思いますけれども、まあ、今回はですねこの国会の中で処理をされるのかなというふうに思っておりますが。 まあそうしますと、現在ある衆参の情報管審査会の所証事務の規定に重要経済安保情報に関する規定を加える、また審査会職員の適正評価規定に重要経済安保情報に関する規定を付け加える、まあ、こうした改正案がですねこれから議論をされるということになります。また先ほど触れました3つ目の点ですが、政府における必要な方策の検討について、現行の特定秘密保護法の運用に係る独立公文書管理官、 もう宮崎に先にやられちゃったんですけれども、この存在がま想起されるところなんですが、と、まあ、りあえずです、ね、この今の時点では、本番をめぐって特定秘密の運用の懸念がま強い、まあ、そういうこともあって、第三者的な立場のチェック機関、今、申し述べました独立公文書管理官、これ、果たすべき役割っていうのはやっぱり大きいと思うんですけれども、この点についての答弁も森山議員、お願いします。森山博之君はい 以前、衆議院における修正で加えられました特定秘密保護法の不足第9条、これについては、政府に対し、特定秘密の指定およびその解除の適正を確保するために、必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることを義務付けており、例示として、特定秘密の指定、解除に関する基準等について、独立した公正な立場において検証し、 および観察するることのできる新たな機関の設置も掲げていたところでございますその後この不足第9条を受けて、内閣府に独立公文書管理官が新設され、特定秘密の指定、解除等についての検証、観察等を行っていると承知をしております。本修正においても、不足第9条として、特定秘密保護法と同様の規定を置いたところですが、ここでは、 新たな機関の設置は例示をしておりません。これは特定秘密保護法の附則第9条でいう新たな機関として設置された、独立公文書管理官を重要経済安保情報についても活用することが考えられるからです。衆議院の質疑においても、内閣府本部組織令を改正して、独立公文書管理官の検証、監察等の対象に重要経済安保情報を追加する。 という方針でよいかという質問に対し、高市大臣から、そのとおりであるとの答弁がなされております。いずれにせよ、今回の不足第9条において、政府に対し、重要経済安保情報の指定、およびその結果に基づいて、所要の措置を講ずることを義務づけており、政府において適切に措置が講ずられることを期待するところでございます。杉尾秀也君、はい 今ですね、森山議員が説明したのは、実は特定秘密保護法のですね不足救助には、独立した公正な立場の新たな機関の設置と、こういう文言があったんですね。ところが、今回の不足救助には、ですね,不足にはですね、まあ、それに対,対になるものですけれども、こうした記載はありません。そこで今 森山議員も触れましたけれども、ちょっと高市大臣に伺います、これ、確認なんですけれども、重要経済安保情報についても特定秘密保護法と同様、独立公文書管理官が独立した立場で運用状況を検証、観察できるように、内閣府令を改正するということで、高市大臣、よろしいですね高市国務大臣はいあのそれで、えー、結構でございます。杉尾秀也君はい ということで、これはまあその法案が成立した後のことでございますけれども、一応、手続き的にはこういうことで,で、今、参議院で審議が進められているということでございます。でそこで問題なんですけれども、現行の特定秘密をめぐる衆参の情報監視審査会の活動状況を踏まえて、チェック機能をどういうふうにして強化していくのか、また新たなジャンルが加わります。それから今回の法案新設にあたっては 重要経済安保情報保護法と特定秘密保護法のシームレスな運用のために、特定秘密保護法の運用範囲が無制限に拡大されていくのではないか、まあ、こうした指摘がです、ね、外のいろんなさまざまな人たちからもです、ね、されているところです。そ、まあ、そうしたた、ね、懸念にに対応するためにも、まあ、国会、それから独立公文書管理官、 が果たすべき役割というのは、やはり大きいと思うんですけれども、ああのここで、えー、森山議員、退席していただいて結構です、ありがとうございます、えー、森山博之議員は、ご退席いただいて結構です。はいはい、杉尾秀君ということを踏まえた上でです、ね、高市大臣、改めて今回の法案修正について、高市大臣の立場でどういうふうに評価されているのか、これ、聞かせていただけますか。高市国務大臣 あの衆議院における、えー、ご審議の過程でいただきました法律案の修正につきましては、えー、与野党間で、えー、合意された内容が盛り込まれたものでもあり、えー、本法案を国会でお認めいただきました暁には、その趣旨を踏まえて、えー、適切に運用をしてまいります。でまた、 あのこれまで、えーまあ、本法はの運用状況にあの関しても、えー、現行の情報監視審査会で、えー、監督していただくかどうかというのを今後、国会でお決めいただくことであると、えー、認識をいたしておりますけれどもあの、先ほど森山議員が答弁されていたとおり、えー、この情報監視審査会が果たしてきた役割も大変、えー、大きいものがあり、えー、そしてまたそのご指摘を踏まえて、まあ、政府も真摯に改善を行ってきたと。 えー、考えておりますので、えー、国会でお認めいただく、えー、ことになりましたら、まあしっかりと、えー、国会に対する責任説明責任を果たしてまいりたいと存じます。杉浦正也君。はい。あの法案のヒアリングをしていたときからですね、ちょっと実は不思議だったんですけれども、すでにこの情報監視審査会という組織もあるし、独立公文書管理官というそのポストもあってですね、もう仕組み自体はできているんですけれども。 こうしたことが、あえてあの原案には盛り込まれてなかったんですよね、またあの理由を聞いたらです、ね、いや、それは国会の方で、あで、政府の方で行政組織としてそういうような僭越はみたいなふうなことをおっしゃってたんですけれども、これあの、まあ、あるメディアなんかの報道によるとです、ね、まあ、最初から歩み寄りの余地を作ってたんじゃないかと、その修正案で賛成してもらえるようにですね、まあ、そういうふうな趣旨のことを書いてあったんですけど、 これはうがった見方ですか。大臣。高市国務大臣。はい あのそのような思いはございませんでした。あの私、これまで衆議院の方でも答弁をさせていただきましたけれども、私自身も議員運営委員長を務めさせていただき、また情報監視審査会のメンバーでも、えー、ございました、まあ、そういった意味ではあの、国会法の改正にかかることを、まあ、政府の方から先に、えー、法律案に盛り込んで、えー、お願いするというのは、差し出がましいことだという考え方が一つございました。ままた、まあ、順序とし、ま この法律案をお認めいただいた後に、えー、内閣府本プレーをまあ改正して、えーまあ、独立公文書、えー、管理官に、まあ、しっかりとです、ね、こう見ていただくということも前提には考えておりましたけれども、まあ、順序的には法律案をお認めいただいた後の、えー、内閣府本プレーのまあ改正かと考えておりました、はい、杉尾秀哉君、はい。分かりました、あの額面どおりに受け取りたいというふうに思います。<laughs> でそこで、あの日弁連などはです、ね、これは特定秘密保護法のときからずっと一貫して、今も言ってるんですけれども、これはその政府の外にある独立性の強い第三者機関の設置というのをまあ求めているわけですよね。私もできればまあそちらの方がいいんじゃないかというふうに思いますけれども、先ほどあの管理官いらっしゃっておられましたけれども、現在ある独立公文書管理官は、まあ、確かに独立という名前はついてるんですが、内閣府の中にある組織であって、真の独立性、 公平性、公正性というのが確保できるのかと、こういう見方があります、この点について、高市大臣の答弁を求めたいと思います高市国務大臣。はい、あの今回ですね、まあ、指定ににししててもも解除にしても 何ににもチェックが働くことになってままいります、まあ、当然、国会で新たな機関を設置していただく、もしくは既存の情報監視審査会でこの監視をしていただくというときにも、大きなチェックが働きますし、それからこの今後、法律案をお認めいただいた後ですけれども、政府統一の運用基準を、これも有識者のご意見を伺った上で閣議決定していくわけで ですけれから、まあ、これに従わないような形のです、ね、指定があるとかでもう本当は解除すべきなのに解除しないと、まあ、こういうことがありましたら必要に応じて内閣総理大臣がですね あのまず行政機関の長に対してまあ報告も求め資料の提出も求めそしてまあ勧告を行いでどのように処理したかということを聞いていくわけでございますのででまあしかもあの独立公文書管理官によるチェックもありますのでまあかなり多重的なチェックはできると思っておりますまた内閣府におきましても制度全体を所管する立場でございますので各行政機関においてこの適切な対応が取られているかどうかというのはしっかりと 見させていただきます。杉尾秀也君、あのここはですね、本当に独立公文書管理官という名前にふさわしいその独立したですね存在というか、まあ、そういう働きぶりをですね、これしっかり我々の方もチェックしていかなければいけないという,ふうに思っております。それからその国会の監視体制なんですけれども、先ほどあの大臣ですね、情報監視審査会の委員をされてたという話を。 をされてました調べてみたら、令和2年から令和3年まで、1年ぐらいされてたということです。実はあの私も参議院の方ですけれども、情報監視審査会の委員をしておりまして、まだコロナ禍の直前だったんですけれども、アメリカの議会、カナダの,ナダの議会の方も視察に行かせていただきました。やっぱりアメリカなんかの方がですね小、まあ、委員会という形なんですけど、やっぱり進んでたんですね。まあ、あのなぜかというと、ですね、まあ、なかなかやっぱりその日本の情報監視審査会、これは私の感想ですけれども、 どうしてもやっぱり形式的になならざるる得ない部分があ,る、まあ例えばその現行の運用なんですけれども、特定秘密の提示を求めること、これはもちろんできるわけですが、委員の過半数の賛成による決議がまず必要だと、でそしてさらにです、ね、それを求めても、政府がこれはあの安全保障上、極めて重要だからという理由で,です、ね、その提示を拒否される、こんなことがあの結構再三ありました。 あの拒否した理由がです、ね、まあ、そういうあの漠然とした理由なので、まあ、それ以上、こちらもです、ね、検証しようがないということがありましたけれども、高市大臣も情報監視審査会の委員をされていて、同じような経験をされたと思うんですけれども、現行の運用、このままでいいのかどうか、またその改善すべきだという思われる点があった、これは立場が違うと思います、行政府と立法,立法府で、立場は違うと思いますけれども、過去の経験に踏まえていかがでしょうか。 高市国務大臣。<laughs> まああの国会における情報監視審査会ですから、まあその運営に対して政府の側からものを申すというのはとても難しいことでございます。後でお叱りをいただかないのでしたら個人的な感想として申し上げますが量が。 多すぎてあのもう少し時間が長ければ、まあ、じっくりと資料をあの読み込むこともできたんですがあの、まあ、限られた時間内で量が多すぎてですね、まあ、しかもあの一元的に見れるものは過剰書きに、えー、してあったりしますので、まあ、十二分にその内容を理解できたとは言えず、えー、私自身も えー、10年以下の懲役も覚悟して宣誓まで行ったのに、えー、このレベルの情報提供では納得できないと最初、文句を言ったこともあります、まあ、しかしながら、あの例外的にその安全保障に著しいあの影響をあの及ぼすあの恐れがないという場合には、あのこの 提供するということになっているので、まあ、例えば、あの外国の情報機関から受け取った情報であって、でまあ、これは絶対第三者に提供することはしないとい、まあ、ったあの取り決めのもとのものは公開されないということは、理解をいたしておりました、もう少し時間が長い方がいいかもしれません、すいません、出過ぎたことです、はいはい、杉尾秀哉君あの。正直に話していただいて、本当にありがとうございます。 それからやっぱりこれは本当に専門性が高いので、これ議員も1年交代とかじゃ、まあ、これはこちら側の,あの立法府側の話ですけど、やっぱり長くやっぱりいなきゃ僕もだめじゃないかっていう、やっぱりある程度長くいないとやっぱ分かんなくて、1年ぐらいだと、あこんなふうになってるのかと思って、全体的なことをつかんだときにはもう任期終わりみたいなことになってますんで、これ実はアメリカの,あの議会に行ったときもですね、 やっぱり専門のスタッフがずっと長いことやっていてです、ね、スタッフがすごく充実してるんですよね、ただ、国会の職員の方がまあやっぱり同じような事情があるので、ここはです、ねまあ、これは立法府の課題として、運用の改善の余地が まあ,あるんじゃないいかというにうに私は個人的に思っておりますでこの特定秘密、現行の特定秘密、これはトップシークレットとシークレット級ということなんですけど、ど、まあ今回の重要経済安保方法だと、対象範囲がコンフィデンシャルということで、その分、情報開示のハードルっていうのは、特定秘密のところよりは低くなると思うんですね。でまあ、こうしたことから、重要経済安保情報の開示について、より柔軟に対応すべきではないかというふうに考えておりますけれども、大臣のお考え、いかがでしょうか。 高市国務大臣、はいまあ、のより、えー、より柔軟にと、まあ、いうことの、えー、指す意味があの、ちょっとよく理解できないのですが、もう一度、ご質問いただけますか。さっき申し上げましたけれども、これは外交上、極めてです、ね、重要だと、安保にあの大きな支障があるという理由で指さないというケースを。 まあ今回はです、ね、著しい秘書、あの特定秘密は著しい秘書、今回は支障ということで、まあ、そういう意味でも機微度も下がってくるわけですよね、その分、やっぱりその情報解除を求められたら、その提出ということのハードルは下がってくる、もっと柔軟に対応できると思うんですけど、いかがでしょうかと、こういうい意味です高市国務大臣。 まあ国会に対しましては、情報監視審査会のようなあの受け皿をご用意いただくことを前提として、本法案9条1項1号位に基づいて、そのおにもとに応じて、重要経済安保情報そのものもまあ提供することといたしております。 あのですからもうその情報そのものを、えー、提供するということでございますので、お求めがあればあの重要経済安保情報そのものを提供した上で、えー、国会への説明責任はしっかりと果たしていきたいと存じます。杉尾秀也君、はい。あのそのようにですね、えー、運用よろしくお願いをいたします。でその上でこれ特定秘密保護法との流れの中でですねちょうど10年経ちましたので少し。 あの検証してみたいんですけれども、あのまあ、今回ですね、まあ、先ほどもあの触れたように、まあ、の法改正というか修正案を提出をしてです、ね、重要経済安保情報についても特定秘密保護法と全く同じチェック体制が敷かれることになる、でそのチェック体制が有効に機能するかどうかというのは、この10年間の特定秘密保護法をめぐる運用状況を検証する必要があるんじゃないかというふうに思ってるんですが、でそこでですね、まず、 なぜ今回、特定秘密保護法の改正ではなく新法だったのか、実はですね、数日前に、英字新聞から、本法案に関しての取材を受けました。で、えー、真っ先に聞かれたのがですね、なぜ特定秘密保護法の改正じゃなかったんですかと聞かれて、いや、これこれ、こういうことでということで、まあ、その政府側の答弁を私も説明したんですけれども、この方、あのイタリアの記者の イタリア人の記者だそうですけど、日本がペラペラで、残念ながら私、日本語で普通に対応いたします。あの本当にこの法案、すごく難しいと思うんですが、やっぱりこのイタリア人の記者も言ってましたけれども、やっぱりすごくやっぱり複雑で分かりにくいと、でその意味では、やっぱりあのこれはもうすでに衆議院の質疑の中でもありました、参議院段階でもあったと思いますけれども、やっぱり普通に考えるとです、ね、特性秘密保護法の改正の方が、 シームレスな運用という意味においては、まあ、でこぼことか、まあ、いろんなあの表現もされましたけれども、すんなりいったんじゃないか、あるいはこれ、大臣自身もおっしゃってたと思うんですが、それかその、経済安保推進法の改正案という形か、どちらかの方が良かったんじゃないかと思うんですけどこうやってあえてです、ね、別の法律で得出しをしている、これはなぜなのかというのをあの分かりやすく説明いただけませんか。高市国務大臣 あのまあ、私どもの代わりに、えー、イタリアの新聞の方に <laughs>、えー、法案の趣旨をご説明いただき、ありがとうございます。で本法案なんですけど特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、まあ、漏洩時には安全保障にあの支障を与える、まあ、情報を保護することがまあ必要だという考えの下で、あのー まあ、特定秘密保護法の違いとの違いとしては、えー、官民での共同連携が重要となる、まあ、経済安全保障という分野の特色を踏まえて、まあ、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって、情報を活用することが重要であるということ、でまあ、その場合、これはやはり調査をお受けになる方の負担軽減、えー、ということも考えて、調査の一元化機能を設けるということ、まあ、これは効率性にも資する。 ということでさらに情報漏洩時に、その主張に応じたあの特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があるといったことを考慮しまして、特定秘密保護法とは別の、まあ、法律にすることといたしましたであの。やはりこの重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者に提供することによって情報を活用するという。 この本質的な部分に差異がございますので、まあ、目的規定にも差を設けておりますので、まあ、新たな法律で立案したわけでございます杉尾秀哉君、はい。委員長あの、これまでではもう少し分かったかなという気がするんですが、いや、これもまたちょっとうがった見方かもしれませんけれども。 特定秘密法法の改正だと、やっぱり特定秘密法、あの十数年前にです、ねまあ、国民的な大議論になったわけですけど、あの,あの時のやっぱり拒否反応みたいな一部残ってるから、今回、別の法律にした方がですね国民の納得が得られやすいんじゃないかと思った、そんなことはないですか。高市国務大臣あのそれはございいません今回あのシームレスなあの運用ととうことで まあ、特定秘密保護法についても、まあ、現在の,あの運用基準で本当に分かりやすいものなのかどうか足、まあ、らざるところはないのか、まあ、そういった検討もしてまいりますのであの特定秘密保護法、まあ、そのものを拒絶したとかあのそれを避けたということではございませんやはり特あのこれもじゃあ特定秘密にするこれも特定秘密にすると機微度の,の,あのより低い、えーまあ、経済 産業技術系のですね情報を、えー、特定秘密に指定するということになりますと、まあ、これは、えー、むしろですねあの罰則も非常に厳しゅうございますしまさまざま萎縮効果を招くことになってしまうと、えー、考えました。まあ、むしろ諸外国のの制度も全部あの チェックをした上で、これはまあ二段構えの法律だっても、十分に他国に日本はちゃんと経済分野でも、経済安保分野でも情報保全制度を整備したんだなと、かなり罰則は違うけれどもということで、ご理解を得られるものに仕上げてきたつもりでございます。杉尾秀也君 であのちょっと質問がです、ね、2つ飛ばして、その次の質問に行きたいんですけれども、せっかく来ていただきましたんで、法務省とです、ね、防衛省にも来ていただいておりますので、でこの間、特定秘密保護法の,その運用10年ということで、まあ、当時からその情報統制であるとか、国民の知る権利とか報道の自由の侵害さまざ、あ、まな懸念が指摘をされて、まあ、その旨です、ね、まあ、今回もあの同じようにです、ね、条文書かれておりますけれども、まあ、そこに最大限の配慮をすると。 まあこういうことがまあ法律的にも言われているんですが、ただその懸念がです、ね、今に至っても、そして今回についてもやっぱり拒否反応を示されている方がいて、まあ、やっぱり反対の声というのは根強くあるというのは、これは事実だというふうに思います。そうした懸念がまあ完全に払拭されたわけではないと思う中で、まあ、実際に一般人、それからメディア関係者が立件されたケースというのはないんですけれども、おととしの12月に、当時の海上自衛隊の一等海佐がですね、 立件をされたこのケースが1件だけあります少しこの中身にです、ね、これは、まあ、あの特定秘密に関わることですから、もちろん秘密の仲間について触れるわけにはいかないというのは当然分かってますけれども、ちょっと外形的なことだけでいいんですけれども、防衛省とこれ、法務省だと思いますが、事案の概要と処分内容を説明してもらえますか。防衛省大臣官官房今審議官お答え申し上げます 委員あのご指摘になりました事案でございますけれども海上自衛隊に所属しておった元一等海佐が、えーまあ、当時の情報業務軍の指令在任中の令和2年3月に海上自衛隊の OB に対しまして特定秘密等を漏えいしたことを確認をしたため令和4年12月26日付で免職の懲戒処分を行っております。 またあ、その関係者でありました自衛艦隊司令部情報主任幕僚につきましても職務上の注意義務違反によりまして停職5日の処分を実施しておりますさらに海上自衛隊警務隊による捜査の結果情報業務軍司令は特定秘密保護法違反の疑いで令和4年12月海上自衛隊警務隊により横浜地方検察庁に書類送致され令和5年3月に不起訴処分となっております以上でございます。 杉尾秀也君。そこでその3月にですね、翌年3月に不起訴決定が出たわけですけど、これ不起訴理由について、これは法務省になりますか、説明してもらえますか。法務省大臣官房吉田審議官。えー、不起訴の理由となりますと個別の事件における捜査や証拠の具体的内容に関わってまいりますので、お答えを差し控えざるを得ないところでございますけれども、先ほどお答弁がありましたように、検察当局においては令和5年3月14日に ご指摘の一都解差を不起訴としたものと承知しております、はい、杉尾秀哉君。これ、当時もです、ね、全く理由の説明ないんですけれども、これ、嫌疑不十分なんですか、それとも嫌疑なしなんですか、どっちですか吉田審議官あの先ほど申し上げましたとおり、はい、不起訴の具体的な理由となりますと、捜査や証拠の内容に関わってまいりますので、お答えを差し控えざるを得ないことをご理解いただければと思います。はい、杉尾秀也君 まあ全然おっしゃっていただけないんですが、私はあの今のですね例えば不十分か嫌疑なしぐらいは言ってもいいと思いますし、あの別に秘密の内容に触れるわけじゃないですから、ちょっと秘密主義がですね私は過ぎるんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ、基礎で独占主義ということはありますが、でこれ、いくつか報道を見てみたんですけれども、いろんなあの報道がされてるんですね、まあ、ある報道によると、ですね口頭で伝えた それで文書で示さなかったので、まあ、立証困難だったのではないかみたいな、こういう報道があります。で、別の報道を見るとです、ね、情報が特定秘密に当たるかどうか、これも立証が困難だったと、こういう報道がありますけれども、この報道について、コメントありますか吉田審議官。 あのご指摘のような報道について、法務当局としてあのコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、えー、具体的な不起訴の理由ということになりますと、嫌疑、まあ、なしか、不起訴、嫌疑不十分かということの説明ということになってきますと、やはり証拠にかかってまいりますので、お答えを差し控えさ,させていただきたいと思います杉尾秀哉君。いやあの、証拠っていっても、だってもうこの案件、終わってるんでしょ、終わってるのに証拠もくそもないじゃないですか。 もう一時不採用なんだから、これから改めて起訴することもないでしょう。裁判係争中だったら、わかりますよ。裁判係争中でもなくて、終了した事案なんだから、それぐらい言ってもらってもいいんじゃないですか。吉田審議官。あの。 あくまで立般論として申し上げますと、不起訴処分というのはあの一次不細行を有するものではございませんので、まあ,あの今後の捜査あ、操作というか、証拠関係の変動等によってえ、訴追がなされる可能性が否定されているものではないということはございます。まあ、その上で、あのまあ、捜査の中身にかかってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことをご理解いただければと思います。杉尾秀也君。 あのまあ、秘密の内容に、ね、その触れるとか、捜査の,あの秘密に関わるというです、ね、やっぱりこれ、どんな時もそういうふうにおっしゃるんですけれども、ただこれ、特定秘密保護法ができて、そして、あのどういう人がです、ね、どういう罪で立件されるかもわからない、どういう容疑で逮捕されるかもわからないという中で、こういうケースが実際にあって、じゃあなぜ不起訴になったのか、要するにどこまでだったら許されるのか、どこから先に行ったらですね、 これ立件されるのかっていうのは、やっぱり一般国民にとって極めて重大なやっぱ関心事だというふうに思うんですよね、そしてこれはあの特定秘密保護法ですけれども、今度は経済安保法ではやっぱり同じようなことが起きうるわけですね。ですから、そういうことを考えてもですね、もう少し私はできうる限りの情報を出していただいて、やっぱりこれ、このままいったら本当に永遠にブラックボックスのままでですね、後々、 あのなぜこういうことになったのかって、検証することもできないわけですから、そこはあのもう一度です、ね、考え直していただきたいというふうに思いますけれども、これ、通告してませんけど高市大臣、今の答弁聞いて、いかが思われますか高市国務大臣。私もその不起訴処分の理由は存じ上げません、自衛隊による処分で懲戒免職になられた。 えー、ということは承知をいたしておりますので、まあ、何らかの非行為があったんだろうと思っております。で、ただ、あのこの重要経済、えー、安保保護法案なんですけれども保護活用法案なんですが、この法案の22条えっ、ー、とまあ、修正後の条文連れで23条1項になりますが、まあ、漏洩罪の構成要件はこの？ 特定秘密保護法23条以降と同様なんですけれども、まあ、ここで漏えいしてならないのはあくまで重要済算保 情報として明示的に指定された、えー、情報であって、まあ、その重要保情報である情報を記録している文書、えー、などには、この重要保情報の表示をすることとなっています、でまたの、罪の主体となりえるのは、えー、行政機関または適合事業者において、重、え、要、ー、保情報の取り扱いの業務に従事するもの。 に限定されておりますので、まあ、罰則も、えー、明確性を欠くということにもなっていないと思っております、まあ、指定会場についてはあの先ほど申し上げました通り法案を認めいただいた後、えー、有識者のご意見聞いた上で、えー、閣議決定によって作成する運用基準で、まあ、さらに明確化を図ってまいりますただの諸外国の法律と比べましても、まあ、かなり条文に、えー、詳しくあの書き 下ししてていいいるととうことは申し上げささせてください、はい、杉尾秀也君、はいあのまあ、先ほどの不起訴理由の中で、まあ、口頭で伝えたから証拠が残ってないということなのか、まあ、それともです、ね、その特定秘密の定義自体が、まあその曖昧だから不起訴だったのか、ちょっとここのところがものすごく実は大きなポイントだと思うんですが、やっぱり一つはその今、明確だというふうに大臣おっしゃいましたけれども、やっぱり定義がやっぱり曖昧な部分がある。 まあそこに一つ、あのこういうことが起きる理由があるんじゃないかと私は思ってるんですね。で、そもそも特定秘密の資格保持者っていうのは、まあ、13万人ということです。これ97、97%が公務員で、民間人は3%というふうに言われてます。で、公務員というのは、もともと公務員法で守秘義務が課されてますから、まあ、こういうことには慣れてると思うんですけれども。 今回はあの重要経済安保,保情報保護法だと、これまで秘密の扱いに慣れてない私なんかもそうですけれども、これ、一般の民間人が主たる対象になるわけですよね、でまあ、確かに最高刑は10年が、今回5年ということになりますけれども、間違いなくこれ、立憲のハードルが下がってくるということで、勢いで、まあ、民間人が巻き込まれるケースが出てくるというふうなことが、まあ、容易に推察されるわけです。 で高市大臣にもう一度伺いますかけれども、だからこそです、ね、特定秘密保護法と同じように書いてますと、先ほどおっしゃいましたが、重要経済安保情報の定義をよりもっとです、ね、特定秘密保護法より明確にすべきじゃないか、これ、運用基準で決めるというけれども、そういう部分だけじゃなくて、それともう一つは、やっぱり特定秘密のときもそうでしたけれども、今回はより抑制的に運用する。 まあそうしたことが必要なんじゃないかと私は思ってるんですけれども、大事の考えをお聞かせください高市国務大臣。まあこの法案でございますけれども、あの特定秘密保護法にあるような、まあ、別表はございませんが、 あの実質的には、えー、2条3項および4項におきまして特定秘密保護法の別表に相当する、えー、内容を、まあ、同様の流度で定めていると、えー、考えております、そしてまたあの本法案を認めいただきましたという指揮者のご意見を伺った上で案を作成して閣議決定により策定する運用基準において、まあ、より分かりやすく、特にまあ民間の、えー、事業者の方もご覧になるものですから、あのより分かりやすく 明確化を図っていく、そのつもりでございます、はい、杉尾秀哉君、はいえっと。あと残りが5分ぐらいなので、ここも少し飛ばしていただいてです、ね、適正評価制度、もいっぱい通告しちゃったんですけど、ちょっと2つ、3つの質問になっちゃうかもしれません。あの先ほど、あのその資格取得者ですね、特定秘密、13万人。 でこれ重要経済安保情報について、まあ、これまでの式で、私もあの本会議で聞かせていただきまして、根拠も説明いただきました、まあ、大胆な仮定を重ねてという、まあ、そういうあの前提でございましたけれども、数千人程度で数万人単位とはならないということだったんですが、これあの、例えばまあアメリカだと400万人、うち民間人が3割程度、その他の主要国でも数十万人以上というふうに言われていて、まあ、特定秘密で13万人いるんだったら、 重要経済安保に関してはです、ね、これは数十万人レベルになるんじゃないかと、まれ、あ、わはそういうふうに思っていたわけです。ところがです、ね、こういう数字を出されてきたんで、あれと思ったんですけれども、これ、最終的に、これはあの最初のスタートラインの話だというふうに理解をしておりますが、最終的にどれぐらいの規模になりそうかっていうのは、私、聞いたんですけど、明確な本会議で答弁なかったんですが、いかがでしょう。 飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官お答えいたしますお尋ねの適正評価の対象となる人数でございますけれども今委員ご指摘のございました通りあるいは大臣から答弁している通り、あの大胆な過程を課せながら試算したものでございますその際お示しした試算につきましてはまずあの統計が公表されております秘密文書を含む行政文書ファイルの 数というものを起点といたしました。で、初年度と申しますのは、あの今すでに持っている要はフローではなくてですね。ストックの部分も考えなければいけませんので、そういう意味で単年度で見,見たものよりはむしろあの初年度の方がですね。あの一般論としては多くなるのではないかというふうにあの考えております。これを前提に、あの特定秘密保護法に基づく適正評価を受けた方はこれ。改,改めてあの重要経済安保情報。 おーの適正評価を受ける必要はない、ということなども車掌をしながらですね、えー、推計した結果として数千人程度であって数万人という単位にはならないというふうにお答えしたものでございます。今、あの特定秘密では13万人というご指摘ございました。けれども、これ大部分はあの自衛隊員の方でございまして、あるいは防衛省と合わせて12万人以上ということで、一般の官庁においてはあのか,かなり数が渋られているという。こと とから考えてみてもですね、悲しもあの数千人というのはあのあの何ですか根拠のない数字ではないんじゃない。一つの目安ではありますけれども根拠のないものではないのではないかと思っております。ただあの委員ご指摘のとおりあの計算保障分野 あの変化が早いですし、あの時とともにです、ね、あの経済安保の重要性とともに増えていく可能性があるというのは、まあ、事実でございますし、あるいは民間企業に共有するのではないかというのも事実でございますけれども、あの具体的に現時点でお答えするのは難しいのですが、やはりあの今申し上げた目安となる数字から、数字から大きくあの変動するものではないのではないかというふうに認識をしております、はい、杉尾秀哉君。はい あの特定秘密法のときのです、ね、ことをちょっといろいろ検索していて、これ、法案成立したまだ間もない段階の記者会見で、当時、森雅子担当大臣だったと思うんですけど、民間対象者は3000人程度という数字を出されてです、ね、これ、極めて正確なんですよ、3900人ぐらい、でこれ、あの当時の,あの報道を見ても、だいたい対象者は10万人ぐらい、その公務員、民間合わせてですね。でこれ あの、この段階でかなり割と正確な数字出してるんですけど、今回はそれに比してですね。ちょっとアバウトすぎるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、それだけ、これからその指定をする。その重要経済安保情報。これがまだ。 漠然としてるんじゃないかっていう、まあ、これからあの精査していくんでしょうけど、1年かかるっていう話ですが、と思うんですが、ちょっと最後に一つだけ質問をさせていただきたいんですけれども、これ、私自身の体験なんですが、私あの、えっと、テレビ局勤務していたときにあの、ワシントンの特派員をやってまして、ホワイトハウスのプレスパスをです、ね、取得するのに、結構苦労したっていう記憶があるんですね。これれはあのセキュリリティクリアランスじゃないですけれども あのやっぱりあの私の適正検査が、やっぱりホワイトハウスの中でされていてで、私は半年ぐらいで出たんですが、1年とか2年とかですね、下手したら3年、4年出ないみたいな人もです、ね、同僚の中でいて、これ、本当に困るんですよね、ホワイトハウスの中に取材に行けなかったら商売にならないわけですから、で1つだけ聞きたいんですけれども、あの予見可能性ということで、衆議院でもいくつか質問がありました。 まあ、なかなかです、ね、期間、あの目安を示すことは難しいということなんですが、やっぱある程度、目安を示していただかないと、これ、企業の側も困るというふうに思うんですよ、こいつはこのチームに入れていいかどうかということを判断しなければいけないので、例えばその、まあ、仮にです、ねまあ、半年とか、まあ、最大1年ぐらいでもいいですけれども、何らかの目安を考える、目安を出すっていう考え、これはございませんか。大大臣臣いかかがですか高市国務大臣 まあ、適正評価につきましては、そのあのその重要経済安保情報をです、ね、漏えいする恐れがないということを確認するために、必要十分な、えー、調査を実施する必要がございますので、まあ、必要な調査機関は、必要なあのその評価対象者、個々の事,業にあの事情等により異なりますので、 あらかじめめ一律に、えー、期間を定めるとということは困難ですただ、今回はあの調査機能を一元化いたしましたので、えー、調査の効率化や迅速化というものはできると、えー、考えております。でまたあの、従業者の方から評価結果がなかなか出ないと困っているというようなご相談がありましたら、内閣府に設置する窓口で丁寧に事情をお伺いした上えで、まあ、内閣府の調査担当にも申し入れをするか、もしくはその他の 各業績間の,あの適正評価担当に、えー、伝達をして、まあ、具体的な状況によっては迅速な対応を、えー、しっかり要請すると、えー、いったことを考えております杉尾秀也君、はいあの。たくさん通告しました、質問が残りましたまた次回、伺いますよろししくお願いします。